もう横浜市倫理法人会なのに横須賀の北尾会長の声が来るだけでよよってノリが祭りですね。ありがとうございます北尾さん。改めまして、柳川大川福岡県柳川大川倫理法人会で専任幹事をしております竹下博次と言います、横浜市に確か来たのが以前の会場でですね、ほんと4年前ぐらいですかね。あの頃は倫理法人会なんちゃって倫理話というかですね、他の能力開発で学んだ選択上心理学っていうのと、この倫理法人会の人間学の学びが非常にラップしているところが多いので、自分の倫理体験というよりも何よりも行動分析、自分が過去にいろんな今日苦難不問とありましたけど、いろんな困難がある中に結果として入会した2016年には2000万足らずの売れないイチゴ農家だったんです。春日市倫理法人会っていう自分のふるさとから1時間離れたところに通って、いい話、いい講話者がいる時だけいい話やなって聞いて帰って、役員のお誘いがあると逃げるという、無料セミナーだけ行って有料がちらつくと逃げるっていうパターンですね。だからつまみ食い会員で継ぎはぎで作る改造パソコンみたいに、どこが故障したかわからない状態の傾斜をやった状態でここに立たせていただきまして、失礼いたしました。でも今はですね、本当に倫理の学びをしてよかったという体験をたくさんいたしまして、今年商1億を突破して、さらに年商10億を田舎町に作って、日本全国の同業者の皆さんが、俺は無理とか、この田舎だから無理とか、 JA がとか自民党がとか、そういった多席の状態だった私だからこそ言える、この倫理の学びをすることによって自己革新が図られて、そしてこの月々1万円のこの会費からこれだけ人生が変わるんだということを心の底から言えるようになりました。それを今日三河院さんが 何いらっしゃるんですか。三河院さん3人でした。ゲストさん1人、はい、あ、ズームの中にもいらっしゃるんですね。ズームの皆さんよろしくお願いします。私は倫理法人会から給料をもらっている回し者ではございませんので、いや本当にこの会は自分の体験談を通じてここに来て本当に良かったと言える方々が毎週毎週ここに立たれてですね、ちょっとしくじり先生的なことをおっしゃってくださるので、まあ成功の美談だったら、わあすごいな、でもあの人だからできたんだろうなって、今日私のメッセージを聞いて、いや竹下さんだからでしょって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうじゃない人間的な弱みを昨日の夜は散々井上会長ですね、まあ、一生抱きの話はまたこの後の話、炊飯者の話からいろんな奥様との話になりまして、はい、朝の話題じゃないですね。非常に面白い昨日は懇親会をさせていただいて、皆さんが何を求めているのかって、ここで講話者として立つときにですね、今私は原稿も何も見ません、皆さんが何を求めてうんうんってうなずいてやるのか、北尾さんがどこで突っ込んで滑るのかとか、人間観察をしながら話す技術をここで学ばせてもらいました。先ほど会員スピーチがありました。それで皆さんがどのタイミングでおおーって言うかというと、先ほど話されて7店舗経営されてるってことで、おーっていうことはギャップがあったわけですよね、そこに。ほんと皆さん失礼極まりないなと思いました。そこでおーって言うんだって。だから話してることと行動とこのギャップがあるとリアクションが起こるっていうですね。私だからイチゴ農家っていうのを利用してます。貧しい農家に生まれました。恨んでました。そして貧乏なことを本当に嫌でした。自分の本業を、そして両親を、ふるさとを否定してた人間です。レジュメに書いてありますけど、ちょっと簡単に自己紹介をしますが、今でこそ年商1億を超えて国内のトップリーダーだと思っておりますが、そんな自分なんかなれないと思ってました。先ほども言いましたが、ふるさとから離れた、1時間離れた春日市倫理法人会というところに通いまして、4年間話を聞くだけで自分が実行するということはなかった人間です。ですが、たまたま良かったのは、1時間車を運転し、隣の助手席にですね、当時引きこもりだった20歳のスタッフを乗せて、
自分の体験談、要はなんちゃって講話をずっとしてました。私は貧しかったけれども農家だからこそできることがあると、自分の仕事に誇りを持って、そしてその引きこもりの子にですね、引きこもりっていう人の痛みを感じる素晴らしい経験をお前してきたじゃないかって、俺だっていじめにあった時に、親父がバカにされた時に悔しかったって、それでもねって、生きていく中にたくさんの方々にイチゴが美味しかったよって、あなたの頑張る姿を見て勇気もらうよって、竹下さんありがとうって言われるたんびにねって、ありがとうっていう徳を積み重ねるたんびに自分の人生の自信が増してきたんだって、だから自らを人に言う、自ら思うことを人に言う、ここでは神聖万事っていう章がありますけど、信ずればなり憂えれば崩れるという章がありましたが、自分で今思ってる今の心念ですね、今の心を人に言う、信じる、自分の今の心を人に、私はスタッフに言い続けてました。それが自分の自己暗示となって、その二十歳の子の人生を背負ったと思って春日市倫理法人会に通ってたおかげで、ただ話を聞いて帰るじゃなかったんですね。片道1時間往復帰ってくるときには講話者の話を聞いて、こういう言葉が響いたねって、つまりシェア会で自分が今心に思ったことを人に言うっていう信念を言えば言うほど練り固めて練り固めて、そして私は1億農家になるぞって、俺たちは人の痛みを知った人間だから必ずたくさんの方々に勇気を与えることができる、感動を生み出すイチゴ農家なんだ、日本一を目指すんだ、まあ、何と比較して日本一かは人それぞれですよ、でも俺たちはそうやってトップに立つんだっていう、自分で信念を定めて、これ神聖万事の章に書いてあるんですけど、今日苦難不問でしたが、105ページぜひお開きいただけますか。ちょっと自己紹介とラップして言いますけど、105ページの後ろから2行目のこの言葉を聞いたときに本当に救われたんです。この2行目に下からあれですね、決心という心を決めるということは、今までになかったことをこうしようと信念を定めること、1億農家になるって田舎町で発信しました。2000万足らずの人間が、周りから気が狂ってるとか、JA を辞めてる時には非国民とか、農業水産課に行けば JA を辞めたあなたを応援することはできませんときっぱり言われて、自分の町の花火大会や祭事の現場からもう自分は撤退するというか、そこに入り込みたいと思ったんですけど、あ、この町ではもう商売はできないんだというふうで、佐賀県や大分県という離れた場所に行くことになりました。そんな逆境苦難をいただいた、でも言い続けた、次の106ページに書いてある、誓いというのは人と人とが、また人が人以外のものと結び合って信念を固めることという、1億農家になると言った時に9割の人がアホかって思います。自分で言ってて怖くなります。皆さんが何かを新しく始めると言った時に、そんなやめとけって、そんなできるわけがないって、ドリームキラーって言われる方々がたくさんの声を上げられると思いますが、1割の方がなぜそう思うのって、なぜそれを、誰のために、何のために、なぜそれをやるのって聞いてくださる方がいらっしゃいます。そこに対して信念を言い続けると、1億農家になる理由はっていうことが自分に刻まれていきます。地域の見通しを作り、自分と同じようにふるさとや両親や自分の職業を否定していた人間だからこそ、同じ目の前に10年前の売れなかった自分がいたときに、死にかけてる自分を見たときに、大丈夫だって、お前だって必ずできるから頑張れって、無責任な応援だけじゃなくって、自分が見通しを作るんだって、俺を見てみろって、お前そこが一番今苦しい時だろうけど、そこ乗り越えたら必ず福の門は開いてるって、必ずできる。でもそこに技術として数字の再現性がなければ無責任な応援でしかありません。だから私は自分の奇跡を SNS でさらけ出してます。だから全国に影響を及ぼすようになりました。結果です。そうなるとは思ってませんでした。ただ自分の奇跡を我が子たち、自分のふるさとの子供たちに示してきたんです。そのことが結局信念を固めるということになったんですね。そして最後に、祈りは神にすがって信念を確立するのであり、大宇宙の大信念と一致しようとするのである。祈るときすでに成就したものと思え、
とはそのことである。言い続けました。そうすると誰に一番響くかって、自分に骨伝導じゃないですけど、自分に一番響くんですね。すると北尾さんみたいな方と仲良くなるんですね。すると宇宙まで繋がると正和田さんみたいな方と繋がるんですね。先ほど宇宙の方を持って帰られました。やはりなんかこう1割の応援団の方と出会う場所がこのモーニングセミナーでもありました。どこで発信するのか、街の中で PTA でも商工会でも JC でもライオンでもロータリーでもいろんなところで話をさせていただきます。皆さんの反応それぞれでですね、どこでリアクションがあるか、やはりここはうんうんってうなずいてる方がですねすごく多いですよね。もう北尾さん鶏のようになってますけど本当にここは共感される方々が多くて、どこで発信するかって、だから朝6時からとか、ここは6時半ですね、地元では5時に集まって、そしてこの倫理法人会憲章でここは会ちゃんと置いてあるんですね、皆さん一人一人ですね。この会の目的は何か、皆さんはゲストの方は今日何を目的にここの会にこの時間にここに参加されているのかって、私は一番響いているのはこの倫理法人会憲章の前から 1,2 行目に書いてある経営者の自己革新を図りって書いてあるところに一番注目して、自己革新、普通の普段の自分の 120%、150% を出すとしたら、こんな風に声がでかくて動きがいちいちロボットじゃないですけど、綺麗に普段の自分ではないぐらい、椅子に座るときも背もたれを使わず、床に傷をつけることなく椅子は両手で持ち、そして井上会長にこの会場を作られた役員の皆様に対して、そして参加者の皆様がこの時間を有意義なものとなるためには、自分はどのような態度で、どのような輪読で、この一行の文字を読むのに、どのような気持ちで読むのか、ただ読むのか、それとも、誰かの人生のために、役に立つように読もうとするのか、文字の読み方一つ、書いてあるしおりに内容は、これは、丸山敏夫先生が書かれてから変わってないと。なのに読む人間、聞く人間の姿勢一つで、これは、ものすごい生き様の道となると。指針書であると。ものすごい回だなって思います。だから私は柳川大川の仲間に朝5時においでって、6時から来てる参加者に、〇〇さんは変わりたいですか、それともいい話を聞きたいですかって、いや変わりたいです、そうですか、5時にお越しくださいませって。だからうちの短会では新入会と同時にモーニングセミナー朝礼、もしくはその以前からのリハーサルから参加いただきます。そしてこの会は式典として確かにそれを作り上げてはいくものの、人の成長に焦点を当てている会ですから、積極的に空振りしてくだもらっていいですと。バッターボックスに立って精一杯目の前に投げられたボール、大人が汗かいて緊張して、ここで本当にもうここに先ほど朝の輪読もですね、素敵な土井さんですね、立たれて横から見てると惚れ惚れする立ち姿で、そして噛まれるというですねほっとします。それを皆さんが温かく迎えてらっしゃって、井上千鶴子さんが挨拶実習でもうレーザービームが出てるような視点、眼力でですねされて、それも本当に一生懸命されてる姿をみんなが優しく包み込まれてる。だからチャレンジできるんですね。一般社会で、私も20歳で有明高専を卒業して、そして三菱重工というところにお世話になりました。農家が大嫌いだったから、ふるさとが大嫌いで、農業なんか絶対継ぐもんかと思って、いじめにあった中学時代が本当に嫌で嫌で、すべてを否定していましたので、それは私のせいじゃない。俺は頑張ったのに、周りが認めてくれないという、くれくれ族だったので、それ外に行って分かりました。だから、帰ってきて、農業ってどんなに、こんなに素晴らしいんだっていうふうに思いはしたんですけれども、今度は良心を否定し出すような人間だったので、本当に、多席の人間でした。だから失敗した時に、自分は正しい、俺は一生懸命やってる、なんで買ってもらえないんだって。ある時収納してトマトが、最初トマトだったんです、いちご農家じゃなかったんです。父はトマトを13年作って、私3人兄弟の長男ですけど、私たち学校に出してくれたんですね。でそのトマトが JA の出荷が終わった後に
半年しか収穫シーズンがないもんですから、あと半年は、まあ、米、麦、大豆っていう土地利用型で単価が安いんですね。だから大規模でしなきゃいけないんですけど、土地も少なかったので、オフシーズンが大変だと思って、トマトを少し農協出荷が終わった後も頑張ったら、一玉ですね、4つ、まあ、大玉トマトを4つ入れて、5円。で、これは、っていうリアクションいいですね。ありがとうございます。そこの販売先、市場に持っていったのは誰かと。私です。1500パック持ってて7500円の仕切り書を見て、絶望しました。でもそこの販売先に持っていったのは私。そして販売手段を持っていなかったのも私。販売をお願いしますと言って値段をつけられて文句を言うって。これ他の社会で考えてみてください。自分が販売力を持ってないから売ってくださいお願いしますということに対して付けられた値段に対して文句を言う。だったらお前勉強しろよって話じゃないですか。ところが他席の人間だった私は市場に対してクレームを言うような人間でした。だからこれじゃダメだって、トマトが悪いわけじゃないんです、市場が悪いわけじゃないんです。そこに欲しがってる人がいなかったから当然いらないっていう値段で当たり前なんです。安いっていうことは必要じゃないっていうことを当時認識しなきゃいけなかったのに、私は相手を恨みました。だからそんな考えだからうまくいかなかったんです。倫理法人会も講話だけ聞いて逃げて帰ってたんです。そしてレジこの自己紹介の中に書いてますけど、中央にありますけど、やめようと思いました。結果出ませんから、人のせいにしてますから。はい、この倫理法人会に通い続けて業績も上がんない、人間関係も変わんないと。会長は一生だけの炊飯器を買えるようになったと成果を言われました。俺はなかなかそんな7万円の一生だけの炊飯器なんか買えないと会長のせいにしてる場合じゃございませんけれども、私は辞めようとした時にですね、当時そこの第一生命のトップセールスマンの開津良子、当時会長、もう本当に素敵なんですよ。もう綺麗で可愛くて、いろいろ多分腹の中あったと思うんですけど、腹の中見たら幻滅するかもしれないから見ないんですけどしかし言われたのが、倫理はねって竹下君って、続けることよって、あなたが通っている能力開発の研修はユンケルみたいに即効性があるかもしれないけれども、継続しなかったら意味がないって。学ぶことは素晴らしいこと、それを実際に現場に実行できるように習慣形成する場所、練習試合する場所がこの倫理法人会で、漢方薬のようにじわじわ効いてくるからねって言われたんですよ。ただその意味はその当時わかりませんでした。でもあまりにも素敵な加越さんが至近距離で私の両手をつかみそして竹下君って言われた瞬間に、私は保険の契約にサインしそうになりましたあ、こうやって保険取るんだと思いましたさすが第一生命のトップセールスマン、そう、笑顔の包容力すごいですね。土井さんがどんなにかんでもあの笑顔で言われたらもう何でも OK って思うじゃないですか。だから笑顔ってすごいんですね。笑顔、挨拶、返事、そして拍手、立ち姿、椅子に座る姿勢、言葉に出さずとも、この伝達力とは、自分の生き様、姿勢でですね、この会に対して、このモーニングセミナーのこの時間に参加する姿勢で、その方は、もう出してるんですね。それを学びました。そして大会を踏みとどまり、加越さんは、ご自身の会長の任期が終わるのと同時に、もうふるさとに帰りなさいって、あ、そこはちゃんと論語とそろばん、自分が会長の任期の間はふるさとに返さないって言うんですね井上会長も分かるとですね、ちゃんと地元に返してあげてください、まあ、日本全国ありますから、本当に自分のふるさとが悪いって言って、よその光ピカピカ輝いてる隣の奥さんがすごく美人に見えるんですね。けども自分の奥さんも精一杯最善を尽くしてやってるから、どこを見るかですよね。普段の日常もすべて受け入れてっていうところで、私は倫理法人会の先輩の皆様のいろんな立ち振る舞いからいろんなことを学びました。その細部にわたる人間観察力が身についたのは役員をしてからです。まずは研修員をして、そして中身で、中身に入って、あ、
この会を作るのに1時間以上も前から、女性は返信するのにもっと前から私は10分前に起きてもさっと行くんですけども、だから本当に女性が光り輝いてると見てて本当になんかなんていうんですかね、やっぱり男性は動物はですね、素敵な人を見ると本当に心がウキウキします。だから女性は神だと思ってます。女子率高いですよね、ここはすごいですよね。もう一番前から女優がピカピカした笑顔で見られて見てくださるので、もう本当やりがいがあります。そう、皆さん役割があると思うんですよね。そしてみんなで集まって会長に心を合わせて作ってあるここの姿に本当に感動して、研修員をしながら今度は専任幹事のお役が来た時に、はいと受けました。今までつまみ食い会員だった私を本当に手を離さずによくぞ育ててくださいました、ありがとうございますと。売上は3000万4000万5000万と上がってましたが、まだまだ人に委託するっていうところに至ってませんでした。ところが専任幹事になった後に、君は他で学んできたことを倫理チックに話してるだけだろうがと言われて、それで後継者倫理塾に放り込まれました。私は21歳になる長男に、あ、後継者倫理塾ってちょうどいいなって、いや親父が言ったことはなかなかこう聞かないから、やっぱりこういろんな方々に育ててもらいたいと思って相談に行きました。そして罠にはまったんですよ。罠に出てきたんですね。息子さんを変えようとしてるあなたに問題がありますって人は鏡、万象我が主とあります。ですからはいかイエスかって言われてですね、でもその先輩がなぜその言葉を発せられたのか、専任幹事も会長も経験されたその大先輩は、お前に今これが必要だぞと言ってくれた苦難、試練、課題を与えてくださいました。心の声は後継、心の声、こと、声ではですね、耳に入ってくる音は後継者倫理塾に行きなさいと。必ずお前はそれが分かったらもっと素晴らしい活動ができるから、業績も上がるからと、私の人生の成功に向かってその声を発してくださいました。で、心の声はそういう声。でも周りからそこの専任幹事しながら後継者倫理塾に行けと。実はこの数日前のスケジュールは、水曜日に時短会モーニングセミナーがあって専任幹事で、うちは108社が年次目標なんで107、2社入会があったので、そこの最後の最後まで締め上げて会長ラスト1ですっていうところまで行って、後継者倫理塾に行って、そしてモーニングセミナー朝礼のテンションも夕方まですると電池が切れますこの声と、48歳です、20代の子たちがいっぱいいます。そこでいつも見通しを作るっていう姿勢は崩しません。ですから電池が切れる瞬間も見通しを作ると思って、そのぐらい全力でやれよと。だから後継者倫理塾でも裏番長じゃないですけど、リーダーシップを取るという姿勢は崩しません。その中で昨日は福島に行っておりました。3月10日ナイトセミナー、仙台空港まで飛んで、それから新幹線で下って須賀川というところで150名のイブニングセミナーで、たくさんの農家の方々がこのままじゃどうにもならないと、新しいことを始めるしかないけども、どうしたらいいかわからない、そこに年商1億円の破天荒農家が来て、新しいことを始めるのにまず自分の人生の目的を定めて、そして信念を練り固めるかのごとく、自分はこのような人生を送りたいんだって、いちご農家が人生の目的じゃなくって、妻と幸せに生きること、両親に対して、ふるさとに対して見通しを作りながら、そして自分のふるさとが輝いていく、そして祖国日本がどんどん良くなっていく、そのために年商10億をやる、そういった信念を言えば言うほど練り固めて、そして実行に移す、その時には人と人とどんどんつなげていく、自分に手段がないからといってやっぱりダメだって思うんじゃなくって、できる人と組む、誰と組むか、誰と生きるのか、この倫理法人会で朝早くから準備をし、人のために、人の喜び、我が喜びにと思って生きていらっしゃる方々と組む。頭がおかしいと思うんだったら、頭がおかしい人と組めばいいんですまだ正和さんとなかなか組めないところもあります今新幹線で聞いてらっしゃると思いますけれども、私はそうやっていろんな相手と組むことによって、
北尾さんとも出会ったわけですね。力になりたいって本当にいつも自分自身が10年前の自分自身の力になりたいと思って生きてきました。だから後継者倫理塾も専任幹事をするときも皆さんが他人のためにっていうよりもここにいらっしゃる方々が今日ゲストで参加された方がどのような気持ちで参加されたかって思ったら人生を変えたいと思って来られてるとしたらどのような姿勢で臨むのか、たとえ失敗したとしても噛んだとしてもここで自己革新を掲げて他人のために精一杯やったら結果的に自己成長を果たしてきた、そんな人生でした。それで年商1億を超えて今本の2冊目ももう4月出版になります。そこには応援力の魔法という形で出しました。なぜ今今日警察官から上がってこれから独立起業されてマーケティングを今地方に伝えたいという方がいらっしゃいました。すいませんちょっと名前が出てこなかった。目力がすごいレーザービームが出てた方です。逮捕されそうでしたけども思うんです。私マーケティングも学んだんです。そして年商1億超えて法人化して今思ったこと、私のもとにたくさんの方々が自分も売れるようになりたいですと、トマト1円とかイチゴ50円とかそんな時代を私はくぐり抜けてきました。まず催事に行って直接の売買、でも天候によって左右されて300円500円の30回転と1日30万ぐらい20万ぐらいが限界だなって分かって、安定しない、天候に左右される、自分のコントロール領域が狭い、だからホームページ作ってマーケティング学んで加工品販売1年中売れて雇用が安定するように売り上げが安定するようにというのは人口が増えていく国の中の話です。アクティブ人口が減っていきます。今私の父が昭和23年生まれ、母が25年生まれ、74歳72歳、だんだんご飯も食べれなくなって糖尿病なのにおはぎ大好きです。でもそれは食べれなくなってくるかおはぎの売り上げに貢献できなくなってきたんですね。これが現実です。私がイチゴを皆さんに買ってもらいたいっていうのは、私は生活豊かになりたいですから、それはイチゴ売りたいです。でも皆さんが求めているのはイチゴじゃない、生活の安定、未来への希望です。そこに対して地方の方々は確かにマーケティングだったりいろんな学びはまだまだ販売の仕組みの構築は足りないかもしれないですが、論語とそろばん、道徳と経済、人口減少国家におけるこの街で隣の A さん B さんがインターネットという刀を切り回して江戸末期のように薩長同盟と幕府が戦っているような日本国内で切り合うようなことがあったら他国から狙われているだけで日本人同士が疲弊していくばっかりです。セミナー会社だけがどんどん活気になって、そして結果が出ない経営者がそのセミナーに行き続けることはできません。IT 補助金がいつまでも続くわけではありません。だったら何をすればいいかって考えたときに、私はイチゴ1億円まで行きましたが、イチゴ農家に誇りを持ってないわけじゃありません。もういつも赤ネクタイにイチゴのピンつけて、私はイチゴ農家だって。感動を生み出すイチゴ農家で、この国の農業の文化は、必ず次世代に残さなきゃいけない。だったらその目的のためにはどうしたらいいかって、世界の人口が増えていく国で流行っている世界の問題を解決するビジネスを取り入れなきゃいけない。そのためにどうしたらいいか、手段が分かりません。分かっている方々と組む。どこにいるかって、こういった場所でアンテナ張ってる、あの分かりやすく言うとちょっと変わった皆様と組むということです。だって人間観察力が優れて他人のために動ける団体はこの倫理法人会じゃないでしょうか。志を掲げ日本創生に向かって朝早くから歌を歌っている団体はなかなかございません。誰かのためにと思う方々の中に自分と相性の合う方もいらっしゃるし、自分と相性が合わない方、意見が合わない方といかに心を合わせてやっていくかっていうのをこの倫理法人会で学びました。だから先ほどちらっと言いましたけども、マーケティングを学び売り方仕組みの作り方を教えるのは本当に素晴らしいこと、ただその目的としてミッションとして日本全体一倍は構想だから応援力の魔法という本にまとめました。自分が勝ち上がっていく方法は身につけました。しかし私が産直農家でどんどん成功すればするほど誰かが売れないってことです。人口が減っていくっていうのはそういうこと。だから世界のビジネスの問題解決を一緒に組みながらやって、自分の仕事は飲食店も農業も、それこそ印刷業界にしても自動車業界にしても業態変更を迫られている会社もみんな日本の文化なんです。
我々は愛する人を守るために自分の仕事を人生かけてやってきた。だからその仕事を日本の文化として世界が人口が増えていったら、日本のおもてなしの文化を必ず欲しがる。それほど資源がない国家で、災害国家で、我々は事前対応を世界最高水準まで高めてきたからこそ、支え合いの助け合いの文化を今日築き上げてきた。違いますか？私は誇りを持って自分の仕事を後世に伝えます。だったら今この人口が減っていく中で切り合うのではなく、助け合いの姿勢で、全部が全部助けることはできません。的絞らなきゃいけない。まずは倫理法人会の仲間だったり、志を掲げた JC の仲間だったり、PTA の仲間だったり、1対9、信念を固めるために自分がやりたいことを発信すれば、自分の仕事やサービスを売ってる間は、決して売れないですよ。私売れなかった。これ私の主観です。かえつさんも生命保険を売り込むことはなかった。でも私はかえつさんの保険に入っています。なぜ？かえつさんが社員教育をしてくれるからです。私の悩みは何かって伝えたときに、あ、竹下くんの思ってることは私が伝えるよってかえつさんが代わりに代弁してくれるから、私は保険を買った感覚じゃないです。かえつ良子と付き合いたいんです。だから私は皆さんの役に立つことをして、私のマーケティングはこうです。皆さん生活の安定だったり、事業の発展を願っております。そこに対して私がイチゴを売り込むのは全く筋違いです。だから、この話す力、伝達力だったり、マーケティングだったり、そして世界のビジネスとつながって、自分の生活の安定が図れる固定費の収入がいかに取れるか、在庫がなくって、店舗を構えることがなくって、そしてサブスクリプションの仕組みで、学習塾のように毎月毎月月謝が振り込まれて、それに対するサービスを一年中提供できる。楽しみの欲求を満たし、世界の人間が日本に来たいっていう観光立国日本への後押しとなるようなビジネスの仕組みを私は知っています。農家に伝えています。あなたの仕事は日本の文化だから。必ず我々農業は、この島国災害国家では、植物工場じゃなくって、0から1、土から、種から生み出す我々の能力っていうのは必ず残さなきゃいけないんだ。効率を生んじゃない。人間の成長。命の根源を守らなきゃいけない素晴らしい誇りある職業なんだ。だから、この仕事を通じて自分の生活できる基盤、子供たちを大学にある基盤を作り上げて、そして自分の農業経営をより高めていこうって。皆さん自分の職業を継続しながら、そして本当にこの仕事に誇りがあって、それを伝えていきながら生活の安定が図れる仕組みがあったら、私は欲しいと思いました。ですから世界とつながりながら自分の職業を次世代に堂々と伝えています。年商10億とかけたのは私が雇い込んで面積を増やして10億にするんじゃない。1億できる人間を10人作ります。それがこの日本創生に向けて必要なこと。まさにこの倫理法人会は、かもうが間違えようが人の成長に焦点が当たってるからこそ大きな心で迎え入れて、千鶴子さんよかったよって言ってもらえるんですね。何やってんの千鶴子さん、何回練習したの、あなた何年生きてるのって言ったら、もうやりたくないじゃないですか。あんたに何が分からない私の人生があって、多分打ち返してくると思います。半沢直樹の世界は面白くはあるんですけど、あれが10倍返して千鶴子さん100倍返して多分打ってきますよね。みんなで褒め合って支え合う文化、本当に素晴らしいと思います。この倫理法人会の仲間と手を取りながら、そして本当にこの倫理を学んでよかったよっていう方々に数を追うのではなく、自分が実践して変わったことを伝えていくことによって、私は結果的に柳川岡倫理法人会は年次目標も達成します。楽しいから。で、実は今日ですね、ちょっとモーニングセミナーで1分間スピーチをお願いすることはできませんが、一人幹事がついてきてます。福島にもついてきて、そして今日も一緒にここに参加してます。頭おかしいです。で、西さんご起立ください。今後ろであのように立ってます。あのネクタイ見覚えありませんか？はい、金子政治ウイルスは日本全国まき散らされております。はい、もう感染力絶大です。私も時短会では専任幹事のこうネクタイをして、うちの会長は今日も絶好調会長というのをネクタイをしております。でもそうやって仲間同士が支え合って日本全国つながる団体、素晴らしいですね。倫理法人会で日本全国に仲間ができて、自分の問題をさらけ出すことによって、我々の失敗生き様は誰かの勇気になります。
ここで堂々と話すことによって、皆さんの生き様一生懸命生きてきた誇りが、誰かの勇気になるんだったら、ここの場に立って、会員スピーチに挑戦し、司会進行に挑戦し、この成長に焦点が当てられた空間を、ぜひ利用して自己革新を図って、大切な配偶者家族を守る力を身につけていただきたい。そして日本創生に向かうことによって、世界のスタンダードを作っていく、そんな気持ちで、志で、ぜひ今後も邁進していただければと。この横浜市倫理法人会のますますの発展を願って、今日の講話を終了させていただきます。皆様ご清聴ありがとうございました。